転換に向けた環境整備、取り組んでまいる決意をさらに強く持った一人であります。私は特に一日も早く近くて近いと思えるようなですね、こういう状況を迎えなければならない。特に元島民の皆さんから悲惨のないお話を受けたまりながら、私なりに理解を深めて、元島民として島民に関係のある方々の期待に応えられる。それぞれからお話を受けたまっております。返還要求運動団体の皆様、ほか多くの関係者の皆様にはお忙しい中お集まりいただきましたと、心から感謝を申し上げる次第であります。安倍首相とロシアのプーチン大統領の会談でどういったことを期待されるかと、またそれに向けてその4党の方の思いを首相にどういうふうに伝えるかというのを伺いたいと思います。おそらく経済協力の話が進んだと思うんですが、与党がですね、なんとか方向性がつけられるといったことを期待しておられます。よくもない。